おそらく概要欄を下まで読んでくれた方なのかな。はい。今日はね、天使のささやきの日ということで、皆さんのコメントをね、できる限り、もうね、僕にとっての天使のささやきですよ。皆さんのコメントできる限りね、拾っていく配信にしたいと思ってるので、ぜひね、まだね、一回もコメントしたことがないって方もね、たくさんコメントしてもらえると嬉しいです。さて、緑は狙えなくなってしまったので、黄色狙いか、赤もいいが、青も良くて、青ですね。これは青ヘキサゴン完成。ネクストの青がね、いい感じで落ちてくれたので、なんとか技ができました。さあ、お互いギリギリ、高さも結構高い状態で、もう無理。もう青は無理。紫かな？青は無理なんだよな。青がでも一番できそう。青が一番できそう。いやー。青決めましょうか、僕も。はい。どうだ？崩れるか？崩れないか？崩れて？崩れて？なんとか耐えた！なんとか耐えた！よしよしよし！耐えたぞ耐えたぞ！さあ、相手が次耐えるかの勝負なんですが、さあ、どうだ？相手も崩れて崩れて、崩れて耐えた！相手も耐えた！これ熱い勝負だ！さあ、その間にこちらしっかりとヘキサゴン決めて、ラッキーストレートまで決まっていく。僕は左側です。緑でいいかな？緑狙いながら、赤も増えて、赤多い！相手赤の技決まるかな？赤大丈夫そう。はい。とりあえずヘキサゴン完成で、緑が来てるので、緑狙いたいんですが、紫も狙えそう。まあ、とりあえずあと1個でできる緑狙います。間に合わない。お、入るか入るか入らないですね。まあまあまあ、まだまだこれから、まだまだこれから。赤のピラミッド狙いしながら、青ヘキサゴンなんですが、これはもう赤にかける。赤にかけるエンター。さあ、決まりました。ここは紫のヘキサゴン土台だけ積んでおいて、青が消える。青消えて、金色は左にピラミッド怖いな。これできなかった時リスクが、だいぶリスキーな動きなんですが、黄色か。いやー、できれば緑。できれば緑が作りたい。緑ピラミッド完成。相手はピラミッド出来上がって、耐える。ピラミッドなら耐える。さあ、しっかりと耐えて、ラッキーはないので、黄色かな？黄色のピラミッドが一番速そう。黄色ピラミッド狙っていきましょう。これで完成。相手は、緑。いや、まだ大丈夫、まだ大丈夫。さあ、次の技を早めに積んでいきたいんですが、紫に変えて、青も狙って、紫ヘキサゴン！紫ヘキサゴン完成！相手も紫。いや、黄色間に合うな。間に合うので、次の技を早めに積みたい。ここかな？はい、これでラッキー青、ラッキー青、ラッキー青が来てくれた！積んだおかげですね、今のは。積んでなかったら今のはなかった。さあ、しっかりとラッキーにおんぶに抱っこして、赤のヘキサゴンを決めていきたいところなんですが、消えないように気をつけて、赤ヘキサゴン完成！相手はまだまだ高さ低いので、次の技考えていきましょう。青ヘキサゴンかな？青ヘキサゴンを狙っていきましょうと。さあ、青ヘキサゴンからの紫ピラミッドからの黄色ストレートはできませんでしたね。はい、黄色ストレートできませんでしたので、皆さんにね、好きそうな、ハマりそうな方をお願いしますと、お願いしているということでね。相手はピラミッドラッキーが来ると辛いんですが、ラッキーはない、ラッキーはない、ラッキーはなくて、黄色狙いながら緑のヘキサゴン狙っていきましょう。紫か？緑で大丈夫そうですね。緑ヘキサゴンが、大丈夫そうだと言ったんですが、大丈夫そうです。相手は赤か紫なんですが、間に合わない。これチャンス。これはチャンスで、いや、できてる。しっかりと技ができていて、いや、青が間に合わなかった。青が間に合わない。さあ、どうなる？ボール崩れて、黄色かな？黄色ピラミッドとりあえず狙うんですが、黄色ちょっと怖い。黄色はちょっと怖い。崩れないかもしれない。大丈夫か？崩れそうですね。さあ、相手の盤面は赤が来たら、ピラミッドが決まってしまうという盤面が出来上がっていて、紫ピラミッド狙っていきます。紫。しっかりと狙いたいが、ネクスト見て、紫ピラミッド完成。相手はボールが崩れましたね。結構崩れて、崩れてない、崩れてない。これチャンスだ。さあ、緑、とりあえず緑を狙ってるんですが、来ないぞ。緑、なんかいつの間にかなくなってる。緑チャンスがいつの間にかなくなっていて、いやー、やってしまったか。これは積みミスがあったかと思ったんですが、ラッキーでカバーしていく。ラッキーが今日は冴え渡りますね。さあ、相手の盤面は青が難しそうだ。緑ヘキサゴン狙います。緑ヘキサゴン狙いの赤ヘキサゴンも狙えそう。さあ、緑のヘキサゴンが完成。緑ヘキサゴンなんとかできた。相手は赤ヘキサゴンと緑ピラミッドをダブルリーチできていて、僕は赤ヘキサゴンまで積んでいきます。相手の方が早かったんでね、赤が来る気はしていた。さあ、どうなる？相手青消すと赤ストレートができてしまう形は崩れるな。崩れるので、青は厳しい。青は厳しいな。ちょっとボールの形が良くなかったので、ダブル狙いします。ダブル狙い。青ピラミッドとりあえず完成。相手は赤ピラミッドがあと1個。赤ピラミッドあと1個が間に合わなかった。さあ、こちらボール一気に消えて、相手はまだ耐えていて、難しいですね。黄色のピラミッドを狙っていきましょうか。黄色ピラミッド完成。できれば今ダブルうまく使ってヘキサゴンにね、変えていきたかったところですね。さあ、ボール落ちてきて、黄色、もう一回黄色。黄色ダブル狙いはちょっとリスキーな動きなので、できれば別な色を狙っていきたい。はい、緑にします。緑ヘキサゴン完成。これ黄色はね、ほとんど崩れないので、崩れる色選びました。はい、崩れませんでした。こういうこともあります。ボールが崩れないので、まだ組むのがだいぶ難しい。赤ストレート狙いながら、いや、やっぱやめて、緑狙いながら、青もダブルで、狙って緑のピラミッド。これ崩れるかな？崩れませんよね。そうですよね。いやー、まあ、なんとかギリギリ耐えてはいるんですが、次のボールが OK ないと。はい。いやー、悔しいな、今の。